参考とされた M37 自走砲、姿勢56式 105mm 自走砲は、陸上自衛隊がかつて試作した自走榴弾砲である。米軍から供与された M24 軽戦車の車体を改造して製作された。1954年、それまでの保安隊から改組された陸上自衛隊であったが、当時特化部隊が装備していた火砲はべて原因式であり、 機動性や防御性に劣っていた。そのため、戦後初の自走榴弾砲として1956年に開発要求が出されたのが本社である。計画では、米軍の M37105mm 自走榴弾砲を参考に 105mm 榴弾砲、M2A1 を M24 軽戦車の車体に搭載し、ディーゼルエンジンへの乾燥や新型変速機の採用によって、 M24 と同等の機動性を確保することを目指していた。設計は防衛庁技術研究所が行い、1957年に設計を完了、翌1958年に一時試作車 SY が製作された。榴弾砲の改造は日本製工所が、車体の改造は三菱重工が担当している。車体のデザインは M37 の影響を強く受けており、 105mm 榴弾砲を、車体後端まで覆う箱型戦闘室に収め、戦闘室右前方に設けられたリングマウントには、自衛用の 12.7mm 重機関銃 M2 を装備していた。ただし、M37 の戦闘室がオープントップだったのに対して、本社は密閉式の戦闘室を持っていた。一時試作者は、第一次技術審査を受けた際、 エンジンの加熱が指摘されたため回収が行われている。その後、翌年にかけて、第二次技術審査や関連試験など、三度にわたる試験が行われた。走行距離6 0 0 0トルを超える過酷な試験の結果、改造による重量増加で走行性能が低下していることがわかり、一次試作車の変速器を換装するなどした二次試作車が作られた。しかしながら、 二次試作者も思うような性能を発揮できず、これ以上の性能向上は無理と判断され計画は中止となった。この結果、M44 と M52 を導入するまで陸上自衛隊は自走榴弾砲を持たない状態が続くこととなった。国産の自走榴弾砲が採用されるのは74、式自走 105mm 榴弾砲が登場してからのことである。 ガリレオ出版グランドパワー2003年11月号、別冊、陸上自衛隊の装備車両ボリューム160年代編。ありがとうございます。